はい、今ねどこにいるかっていうとね、ボリビアからチリに入ってきました。でチリに入国ということで、どこから入ってきたかっていうとね、ボリビアの、北ウユニからね、ずっとツアーで来て1泊2日ということで来てね、ちょうど今日、今何時頃だろうな、お昼ちょっと前ぐらい、入国しました。ボリビア側で、まず、出国スタンプをしてもらって、その後、結構待ちました。2時間ぐらい待ったんじゃないかな、チリまで入るのね、入国まで。で、やっと入国審査が、始められて、そこから入国したわけだけど、チリということで初めて、国です。で今回の中南米、半年間に及ぶ中南米の周遊で4カ国目で、その中で、海外渡航歴ね、今まで行った国の中で初めて来る国なので85カ国目です。85カ国目ということで、100カ国突破は中南米で迎える予定なんだけど、順調に、ね、進んでます。チリということで、チリに関してはアタカマで、数泊して、その後南部に、南部というか南に下ってね、サンティアゴまで行こうと思ってます。そしてそこからイースター島も、考えていて、その後の、予定としてはアルゼンチンに、陸路もしくは空路で抜けて、そこからパラグアイ、ウルグアイ、行き、ブラジル、そしてコロンビア、エクアドル行って中米に戻ろうかなと。で、まあ、今コンパス乗ってないので、ね、なかなか感じです。とにかく無事に、今回の中南米周遊で4カ国目、85カ国目のチリに戻ってきました。